おはようございます。おはようございます。おっちゃん、えらいもん買うてしもた。ほう、あ、それ何？ちょっとおっちゃんカメラ撮ってもうたやつ。いいよ。おっちゃんえらいもん買うてしもた、血迷って。何これ、何これ、ちょっと待ってます。何も書いてあらへんよ。何も書いてないんですよ。今初めて新しいカメラコーダー。おお、MacBook Pro やないかい。凍ってしまいましたわ、ちまい。ああ、ええやないの。でももう凍ってしまいました、ついに。かっこええな。ああ、今初めて開けるんですよ。ああ、素晴らしい。もうといたろか俺が。いや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 。俺ちょうどな、俺の MacBook ちょっと辛いね、今2011年モデルやから。もう辛いね。新しいの欲しいの。うん、欲しいの。いや、ちょっともうね、あんまり動画の編集偉かったね。ああ、そらそやろ。思い切って凍ってしまいました。じゃあこれからあれやね、もう動画が一変するね。もう映像がガンガン動く。音楽も変わって、皆さんご期待くださいよ。いやいや、これが Mac の力みたいな。いやいやいや、さすがにそこまではいきなりいかんと思うんですけどね。これ高かったんじゃん、14万ぐらい、もっと。まあ開けて見せるんですけど。ああ、初めて開けます。ああ、開封の儀。開封の儀です。皆さんと撮るんですけどね。入ってなかったですよな。これ、ああ、初 Mac。 初 Mac どころか Apple の製品が初めて。ああ、それさ、コータはいいけどさ、使い方全然知らんねやろ、 Mac の。知らん。まあまあ一緒やけどな、 Windows とそんな変わらへんけどな。そのうちな。うん、とりあえずな、やっぱりな、うん、買うにあたってな、うん、稲ちゃんに相談した。ああ、なるほど。それも普通でしょ。ああ、もういや、使いやった時はまた助けてもらわない。ああ、まあまあ、なんてことはないよ。なんてことはないんですか、うん、やり始めた。基本説明書を見ずに使えるというのが Apple 製品の多分ええとこやと思うから。ああ、そうなんですか。うん、いや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 、これ凍ってしまいましたわ。素晴らしい。さあ、おいくらでしょう。さあ、おいくらでしょう。まあこれ中に何を入れたかによるな。うん、な、これ、あの、何それ、サンダーボルトのこのポートが4つあるってことは、うん、あの13インチの上位モデル、うん、知らんのよ、全然。そういうのあるんですよ。高いのと安いのというか、ええのが。いや、高い方、これ高い方。あららら、ら初めて開けますわ。開くの簡単に。うん、おお、随分違うな。違います。うん、なるほど。あ、もうなんか始まっとる。こういうもんなん。知らんの。知らん。これとか指紋認証かなんかでもね、この辺。多分これの指紋入れとるから。あかんあかん、僕使いやる。いやいやいや。俺が使いたい時は俺に許可をもらわんと使えやんっていう仕組みで。一時ここへ来ないかも。そうそうそう。はいはい、もうしょうがないよ、ピッてやったろっていう。言語、日本語。言語、日本語で多分。日本語を使用するにはリターンキーを押してください。リターンキー。リターンキー、これ、うん、これ、うん、これ押したらいいの。日本語やもんな、当然な。まあ、使い方はいろいろ教えるけれど、うん、全然違うことが一つあって、うん、スクロールが逆やねん。あ、なんかそれは聞いたことある。変えられるけどな、あの Windows 用にも変えられるけど、要は Windows やったら下向きにやっとるけど、これは逆なんかな。そう、基本紙をこうやってこうやって手でこうやって動かす感覚だと思ったらいいね。まくるつもり。そう、こうやって上に上げるとこうやって、だからこう上げていくと上に行くと思う。スクリーンレーダーが含まれています。ボイスオーバーの使い方が分かっている場合はコマンドキーを押しながらタッチバーの右端にあるタッチキーを3回押します。マックを設定するために、うん、リターンキー。ボイスオーバーの使い方を求めるにはエスケープキーを押します。んそれ押してみ、閉じるのもいいよ。それでもこれ、そこをカチッと押すの。カチッ、うん、これも後でタッチに変えられる、こうピッと押すだけでクリックに変えられるけど、うん、でローマ字入力ですか。ローマ字入力ですか。はい、Wi-Fi。 Wi-Fi はまあ、でもこれ Wi-Fi がないといろいろ接続できへんと思うよ。うん、おっちゃん、うん、とりあえず Wi-Fi はあれ、僕こんなん持っとんです。はあ、はあ、楽天モバイル。何これ、この動画は何、前その自慢動画な、これは。いやいやいや、開封の儀の。なるほど。今から悪戦苦闘するという。なるほど。うん、これ俺もう出かけるでな、大丈夫な。まあ、稲ちゃんのとこ行ったらよろしいかな、うん、とりあえずあの、うん、頑張ってみて、うん、やりやんだらお願いしますと言うてあるんで、うん、ちなみに、うん、
動画編集は、うん、iMovie でええからな。うん、うん、でそれで慣れてきたら、うん、ファイナルカットに乗り越えたらええから、うん、なんか基本使い方は一緒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 なんか一緒。ちょっと M 子これ真矢さん MacBook Pro 買ってくで。それもなんかめっちゃ良さそうなやつ。値段まだ正直いくか聞いてないけど。20万ぐらいすんの？あ、なんかいい。え、薄っ。税別18万8000。薄っ。え、何？今、うん、開けて。そうそう。今開けて、うん、今やるという。初めてお茶にも見て。うん、いやいや、お茶のど。今からなんか怖すぎ。へぇ。ありがとうございます。あと頑張ってやってみます。頑張ってな、俺出かけるからな。はい。おっちゃんとゆむこさんはどっか車中泊ツアーって行くということなんで、とりあえず朝一に来て、撮影協力してもらいました。ありがとうございます。じゃあ頑張って、設定したいと思います。この楽天モバイルの楽天ミニ契約したばっかりなんで、これ使って繋いでみたいと思います。あのちょうど秘密基地のあの辺にある基地局があの au というのいうことなんで、ちょうどいいかなと思います。できるかな自分で。パスワード眼鏡がないで見え、老眼鏡ないとね、細かいの見えんのでね。何せねアップルの製品初めてなんで。すでに偉いんで、ちょっと一回カメラ撮ります。アカウントを設定中です。僕自身アップルの製品初めてなんで、iPhone とか、iPad とか持ってないんで、今一生懸命設定中です。いいんかな、このままタッチ ID。 おお、なるほど、タッチ ID できましたね。どこやねんこれ。出てきたぞ、なんかいろいろ出てきたぞ。どうにか設定できたみたいですよ。これで使えるんかな。あとはどうしたらいいんやろ。とりあえずまあなんとかしたんでね。これはどうやったらスリープしてくれるの。全くわけわからないんですが、とりあえずいいや、君のマーク。あ、いいや、もともと入ってるね。もともと入ってるんですか、それ、うん、これをすればいいんですか。はい、そうです。あ、ここにこんなん出てくるんや。あ、これでさっき、これなんか触ったんやけど、どうやって閉じるかも全くわからんかった。なるほど、なるほど。もうそっからです。まあ、もともと Windows は結構違うので、うん、そのあたりをぜひ知ってもらったらと思いますけど、うん、なんか、特にね、特徴的なのが、Windows は閉じるボタンが、右側にありますけど、うん、Mac 左側にあるので。あ、そこなんや。そう、ここの赤と赤キーが取れてて、ね、あ、なるほど、こっちにあるやつがこっちの、うん、そうそうそう。あ、なるほど。ただね、Mac ってね、結構妙な感じで、うん、赤にこれ×があるんですけど、うん、でね、終わるわけじゃないんですよ。あ、なるほど、終わるわけ、うん、ウィンドウがね、閉じるだけで、うん、閉じるだけで終わってはない、終了はしてないんですね、うん、ちょっとやってみると、うん、今立ち上がってるアプリに点がついてるのが分かります？あ、分かります。分かります。これとこれとこれからなのかも。で、これはずっとついてるのでいいんですけど、うん、今これカレンダーが立ち上がってて、うん、今バスで閉じてみても、うん、この点消えないんですよ。あ、そうですね、うん、で、ここにカレンダーで残ったままになるんで、うん、カレンダー立ち上がったままですよってなるんですけど、うん、本当に終わらせたい場合は、うん、このメニューをクリックしていただいて、ここで終了。
あ、押していただく。ちゃんと印せなくて、バツするだけだと。そうそう、バツだけだから、ウィンドウが取ってるだけなので。で、これで終了ってやった時点で、このエンジンデータも消えるようになってます。あ、なるほど。なるほど。で、いちいちメニュー触ってるのが面倒だと思うので、うん、慣れてきても、このコマンドキーと Q で、クイックの終了の Q で、うん、やってもらうと簡単に閉じることができると思います。あ、なるほど。これはどうしよう、こうすればいいだけ。そうそう、押しながら閉じて。今ちょっとファインダーだけなんてあるんですけど、例えば何か立ち上げてみて、あ、なるほど。立ち上げますね、うん、今立ち上がってるアプリが出てきます、うん、それでコマンド Q と押してもらうと、コマンド Q、 これを終了できます。なるほど、うん、なんかハードル高いな。最初はね、どうしても慣れるまではね、うん、なるほど、うん、設定できとるから一遍ちょっと見てもらってもいいですか。はい、多分買うときにもう Apple ID 設定したもんで、うん、それで、あの、いや、買うときにも、なんか、してくださいって書いて、しなくてもいいみたいだけど、戻せ使うんで、言うやろと思って、設定した。作ってもらったんですね。作って、もうそれはいけたんですけど。はい、例えば今回だと、動画編集とかしたいときに、アプリの取り方ってわかります？いや、全く分かってないもんで。うん、じゃあ、そこだけ。そこから。そこだけちょっとやりましょう。はい。じゃあ、例えば iMovie が多分必要なのかな。そうですね、はい、iMovie が入ってみます、はい、ごめん、入ってました。意外とね、この広いタッチパッドをうまく使うと Mac の操作すごく気持ちよくなるので、うん、この設定もちょっと今からやっていきますけど、はい、タッチパッドの読み込みは指4本かな、4本で内側にスマホと出てくるし、逆にそこを切ります。いや、これちょっと真正面ですよ。真正面です。あ、そう。ちょっと待って。こう。そうそうそう。そうそう。そんな感じで。まあ、エスケープキーを押してもらってもいいし、逆に広げてもらっていうのが。ああ、なるほど。そういう。うん。だから意外と気持ちよく。ああ。なるほど。出すのが楽なんだ。そうそうそう。慣れるとか。始まりと終わりはどうなるの？おう、なるほど。あの、今さっき向こうで使っとって分からんかったんで、とりあえず出してもらって聞いたんですけど。基本的には、うん、Mac ってあまり電源切らなくても今いい設計になってるので、うん、全然あの普段は画面閉じるだけで大丈夫です。閉じるだけで大丈夫、うん、閉じるだけで大丈夫して開けて、もう指紋認証したったら、うん、で大丈夫です。大丈夫、まあ、ドア習うより慣れるようになってくる、うん、特にアプリケーションどんなものを使ってどのようにね、うん、使っていくかでまた変わっていくと思いますけど、うん、